1> 第1次、キャメロン内閣は、イギリスの首相デイビッド・キャメロンによって組閣された、イギリスの内閣。2010年5月6日に行われた、総選挙により、第1党となった、保守党と、第3党となった自由民主党との連立内閣。総選挙後、第2党に転落した、労働党のゴードン・ブラウン前首相が辞任。女王エリザベス2世の任命により、2010年5月11日に、 キャメロンが首相に就任し、翌日の5月12日に組閣を実行。翌13日に初閣議を行った。2010年の総選挙では、どの政党も議席の過半数を占めることができず、議会はハングパーラメントと化したため、内閣は第1党となった保守党と第3党の自由民主党による連立内閣となっている。 連立を組む自由民主党からは副首相となったニック・クレック党首を含め5人が入閣した。英国で連立内閣が組まれたのは第二次世界大戦中のチャーチル挙国一致内閣以来戦後初。なお議会がハングパーラメントと化したことは以前1974年2月の総選挙後にも生じた事態ではあるがこの際は 1> 第1党のウィルソン労働党が少数与党として組閣し、同年10月の総選挙にて、ウィルソン労働党が過半数を回復、事態は収集された。通常、イギリスで政権交代が起きた際は、それまでの野党が組んでいた影の内閣の大臣がそのまま正式な大臣に就任することが通例である。しかし、キャメロン内閣では、連立政権のために、 いくつかのポストを自由民主党に譲ったため、影の内閣の名簿と、組閣後の閣僚名簿に、ズレが生じている。また、自由民主党側も、実際に就任したポストと影の内閣の名簿の、間には、若干の差異がある。デイビッド・キャメロン、ニック・クレグという現職の党首2名に、ウィリアム・ヘイグ、イアン・ダンカン・スミスという過去に党首を経験した2名を、加えた。 当主の経験者を4名も抱える異例の夫人である。また、日本人の血を引くヤンダンカンスミスに、日本で英語教師を務めた経験を有するジェレミー・ハント、そして、父親が大和日英基金の理事で、母親が幼少期に、インドネシアで日本軍によって抑留された体験を有するニック・クレグと、様々な形で、日本に縁のある閣僚も目立つ。 略称については以下を参照。ありがとうございます。